わかりました。じゃあ、あの、ちょっとテレビ映します。はい、はい、よろしくお願いします。はい、早めに。これじゃあ、時間になりましたので、よろしくお願いします。皆様おはようございます。本日も、距離を取りまして、マスクを外して、聴覚障害者に配慮した形を取らさせていただいております。なお、こういう、距離感がないような場合にはやはり、マスクは絶対に必要でありますので、そのことにつきましては、ご了承を賜ればありがたいと思います。さて、昨日は入江聖奈選手素晴らしい試合を見せてくれました。落ち着いて繰り出すワンツーなど得点を重ねまして見事にメダル圏内銅メダル確定ということになりました。鳥取県としては快挙でございまして非常に県民の皆さんも勇気づけるものになりました。入江選手に感謝を申し上げますとともにこれからまだ2試合ございますので思う存分オリンピックで戦っていただきたいと思います。入江選手はジュニアの頃から私も時々お会いをして激励の機会などをいただいておりますけれどもみるみる成長をし4年の周期のはずが5年に伸びたこのオリンピックの延期というものをむしろ力に変えまして大きな成長をこの1年も遂げてしっかりとした選手としてこの戦いに臨んでおられるわけであります。嬉しいのは砂丘の色のメダルが欲しいと昨日もおっしゃったと伺っておりましてふるさと鳥取への思いを胸にリングに上がっておられること伝わってきました。県民挙げて応援をさせていただきたいと思います。また富田選手はリオに続きましてこの大会でも入賞を果たされ前よりも順位を上げての10位ということになりました。祝福申し上げたいと思いますしその労を県民挙げてねぎらわさせていただきたいと思います。今後のご活躍にも期待をしたいと思います。今日はこれから武良選手の決勝の試合平200がございます。みんなで応援をさせていただければというふうに考えておりますし今瀬川選手も毎日のようにセーリングを戦っておられますしいよいよ三上選手がプールに現れることになります。明日以降の大活躍応援をさせていただきたいと思います。オリンピックに関しましては昨日フランスの代表選手クライミングの選手たちをシルバンコーチともども壮行会簡素に鳥取砂丘湖南空港で行いガラス越しに見送りをさせていただきました。この活躍をお祈り申し上げたいと思いますし変則的ながらこういう形のキャンプにはなりましたがシルバンコーチもおっしゃっていましたけれども必ずこの鳥取県倉吉に帰ってくるというふうにもおっしゃっておられましてオリンピックを超えていくそういう友情の絆が深まったと感じております。今日は、これから、ジャマイカの選手団、フレイザープライスさん、など、有名選手も、集う中、行わさせていただきます。リモートで選手村と結んで、応援のメッセージを送らさせていただこうと考えております。ぜひ県民の皆様には、テレビで、いつものメンバーご家族で、それを見ていただく、こういうような応援をお願いを申し上げたいと思いますし米子東もいよいよ、甲子園に行くことになりました。活躍をお祈りを申し上げたいと思います。合わせまして、昨日JR 西日本の、ダイヤ改正が発表に、なりました。この秋からのダイヤということでございますがこの山陰関係18本の見直しということであります。市町村の方からもいろんな意見が実は出てきました。来週ですね慎重なこういう見直しについての取り組みをやはり JR 西日本に要請しなければならないのではないかと思います。
まあ、これはコロナという特別な状況のもとであるというふうに認識をしております。であればまたこのコロナ収束後は回復をしていただく、またさらなるダイヤ改正の検討もなされているやに伺いますけれども、まあ、これによって貴重な地方における足が失われないようにお願いを申し上げたいと思います。まあ、JR 西日本は、まあ、大都市部と、こういう地方部とを合わせ持つそういう鉄道会社でありますが、まあ、制度設計の当初から、こういう、地方の路線を維持するために、まあ、収益効率のいい、大都市、の路線あるいは新幹線を有しているという配分になっています。まあ、逆に言えばそういうものがない三島会社といわれるところは国の支援があって、まあ、それで支えているという形であります。まあ、そういう JR の成り立ちもございますのでローカル線に対する配慮を求めたいと思いますし、この件につきましては中国地方知事会の5人の知事でも危機意識を持っておりまして、まあ、これについて政府等へ要請活動をしようというように急遽なってきたところでございます。新型コロナについてでございますけれども、昨晩遅くまで検査の集計がございました。その結果、この度は28名の陽性ということになりました。大変に多い数に戻ってきたわけであります。まあ、その内容につきまして分析を進め、今日の夕方ごろですね、まあ急遽市町村長にもご出席を仰ぎながら新型コロナの対策本部を開催をすることといたしたいと考えております。まあ、西部につきましてはまあ今お店の方の協力も得ながら時短要請を進めてきました。まあ、正直申し上げてそうした方面のところはまあ、減少傾向になってきていると思えていた矢先のことでございます。何が起こっているかというと東部におきましてデルタ株の、まあ、感染が認められその警戒情報を出させていただいたところでありますが、その後感染経路を追う中で相当程度の規模の集団的な感染が複数発生しているのではないかというふうに考えられます。今鳥取市の保健所さんの方で分析を急いでおられ、私どもの方の住田クラスター対策官も派遣をしまして、急遽今この対策を展開しているところであります。でそしてこの、まあ、集団的な感染の広がりに連動しまして鳥取県の中部にもデルタ株の感染が広がっているのではないかと見られます。感染経路を追っていく状況からしますとデルタ株の可能性があるだろうということであります。まあ、そこで、まあ、本日ですね、まずこの後対策本部を開いて、詳しいお話の分析をさせていただきたいと思いますが、デルタ株感染、厳重警戒情報、デルタ株感染厳重警戒情報厳重警戒区域全県といたします。厳重警戒区域は中部も含めた全県といたします。それで今の状況ですね、まあ、感染状況を見てみますとやはりマスクを着用していないのではないかというようなことが原因になっていると思われるものが認められます。でまた片方だけマスクをつけていて会話をしていてある程度一緒に過ごしたけれども普通なら接触者にもならない、それでも感染したのではないかとしか思えない、例もあります。だからやはり、最低限、十分な距離を取ったり遮蔽物があったり、あるいは大声を出さない、そういうような状況の中であれば、マスクの着用ということをですね、ぜひ、お願いを申し上げたいと思います。まあ、そういうように、これがまず一つ、それから不要不急の外出はこの際、控えていただく時期に入ったと思います。まあ、実は全国を見渡していただきますと、昨日は、東京の発表が3177人、また、神奈川県も初めて1000人を超えました。
で近くは大阪が798人、兵庫県は254人で2日連続250を超えています。実はデルタ株の拡大に伴いまして急速に感染者が急増しているというのが現状であります。したがいまして不要不急の外出は控えていただきたい。それはお仕事ということもあったり懇親あるいはイベントということもあります。集まってみんなでやろうぜっていうのはやっぱりあるんですね。でそういうのは今の時期は少し控えていただいた方がいいのではないかという時期です。で会食も含めまして人と人との接触機会をできるだけ減らしていただきたいということ、もちろんこれと伴いましてお店作りなども注意していただく必要があります。それから帰省を含めて県外との往来、これから夏休み本番に入ってきて盆休みもございますけれども、このような状況の中で、東京も大阪はじめ関西も、伸びている状況でおそらくこれ当分止まらないと言われます。ですから、今年についても残念ながらですね、県外との往来は控えていただきたい、帰省も含めて控えていただきたいということです。この最近の例でも連休期間中の人の動きあるいは連休期間中のイベントあるいはお店等で感染が一気に広がったりあるいは感染の感染が県内に持ち込まれたりそういうことが実は続出をしております。県外の状況も相当悪いですし県内であってもですね必ずしも安心できる状況ではない。特にデルタ株の場合は今まで鳥取県はいわば平穏な状況でありましたのでこのぐらいならやっても大丈夫だろうと思っていたところそこにデルタ株が入り込んでしまいますと十分マスクをつけるとか遮蔽物を置くとかそういう基礎的な配慮がなされていない場合に一気に感染が拡大をするということが認められます。これはアルファ株以上に移りやすいのだろうと思います。県外の方との会食も当面はお控えをいただく方がよろしいかと思います。また多くの人が集まるイベントまた限られた狭い空間一つのお店やスペースの中でみんなで大騒ぎしたり歌ったり、こういうのはこの夏は控えていただきたいと思います。これも現実の感染状況からしますと本県で、一気に広がる原因になっておりますので、ご注意をいただきたいというふうに思います。こういうような状況でございますので、鳥取市の深澤市長とか、永井保健所長さんなどとも協議をさせていただいておりますが、西部で始めましたメディカルチェックセンター、これを東部では県立中央病院、また中部では県立厚生病院こういうところをキーにしまして、まずは診察、血液検査、胸部画像検査等、こうしたことで症状をメディカル的にチェックして、医学的にチェックをしてもらうと。で、それで、在宅等支援センターという、これは保健所の中に設置をするものと、相まってですね、宿泊療養とか在宅療養ということも、これもある程度増やしていかなきゃいけないだろうと。基本的にはまずは入院してもらってそれで状況を見て、というやり方でありますが一気に増える段階の場合医療逼迫が起こる可能性があります。そこで従来の鳥取方式に、こうしたメディカルチェックによって、安心が担保されるような状況で、看護師あるいはドクターの診察も含めた宿泊療養在宅療養いわば、病院の外のベッドを活用するというような形単に自宅にいてくれということは本県はやるつもりないんですけれども、そういう意味で鳥取方式プラスアルファ、ということへ移行していかざるを得ないのではないか、その意味で、メディカルチェックセンターを、東部中部にも、急遽開設をさせていただきたいと思います。それから、宿泊療養施設でありますけれどもこれも倍増させて271室この週末から稼働させていきたいと思います。こういうようなことで、全国どこでも急増状態でございますので、本県も同じような、状況があっても、それを乗り越えていけるように、医療提供体制、この宿泊療養施設でも、そうした体制を取って、やってまいりたいと考えております。
今これが最近の状況ですけども、報道によりますと東京の周りの、神奈川、埼玉、千葉、こういうところと大阪も含めて、緊急事態宣言に加えていくのではないか、また、まん延防止等重点措置石川とか、福岡、福岡独自の措置をされる、そういうようなことで、今動きが出てきてますし兵庫県も、伊藤知事が、まん延防止等重点措置の発言をされておられます。今急変してまして、全国がこれどんどんと塗り替わっている毎日塗り替わっている状態です、おそらく、これからしばらくこういう状態になり、昨日が9500を超えてますが、全国の累計合計数も増えていくだろうと。でこういうような状況で、ございますので先ほど申しましたように、県外との往来は控えていただくべき時期に入ったと、お願いを申し上げたいと思いますし、帰省についてもお控えをいただきたい、と思います。誠に申し訳ありませんが、鳥取県内の状況も流動化しています。その背景には県外との往来というものがあります。今県外では急増してここの鳥取県のウイルス密度とは比較にならないほど実は県外のウイルス密度は高いです。でそういうことからしますとやはり、この夏、帰省はお控えいただきたい。大切な方には電話等により心をお届けいただきたい、ということをお願いを申し上げたいと思います。そういう意味で、学生の皆さんも孤独な、夏をお過ごしになるということもありますので、よきよき鳥取仕送り便事業というのを、この夏、実施をさせていただき、トリフルでエントリーをしていただきますと、5000名の方に、鳥取ゆかりの品をお送りを申し上げると。でこういう事業も用意をさせていただき、ご協力を求めて、参りたいと思います。これによりまして鳥取の産物についての PR にもなろうかと考えております。それから、県立の集客施設がございますが、こういうような感染の拡大ということがありましたので、イベント等をやる、これを中止しようという、その場合のキャンセル料を免除していこうと考えます。7月19日以降ということにしてますが、それ以前であっても今時の流行拡大に関係するようなものはキャンセル料を取らないという扱いで柔軟に対応していこうと思いますが、いずれにいたしましてもこの8月いっぱいぐらいまではですね、先々の予約をキャンセルすることは考えられると思いますし、できれば考えていただいた方がいいのではないかというような状況でもあります。ですからそれのインセンティブといいますか、ご迷惑をかけないという意味でキャンセル料を徴収しないで県が負担をするというような措置を取らさせていただき、県の調整費によりまして財源的に執行させていただきたいと思います。なお現在ですね、鳥取空港の着陸料ですとか、それから遊覧船の接岸料など、県の使用料一部、今でも免除しているところでございます。ワクチンにつきましては、この度新しい、考え方が示されて第12クール、につきまして、県内のファイザーワクチンの配分量が、示されました。私どもでは国の基本配分が40箱でありました。これに調整枠という都道府県の方で調整に使ってくれというのが7箱、来ました。これで47箱分ということになります。だいたい1箱で 1000回程度、1170の注射ができるものであります。でこれによりまして、最終目標としては現在の接種ペースを維持できる量のワクチンを確保しようということで、調整をさせていただきました。具体的にはですね、希望この40箱ありますけれども、そのうちの32箱は希望の市町村に配分をするのですが、さらに、7箱の調整分以外にも、中部の町の方で4箱提供していただいて、これを倉吉市、実態は倉吉市で注射を打っている
住民が多いということ、これで協力しようということになりまして、4泊を協力していただくことといたしました。またその他にも市町村のご協力をいただく分が4泊を我々の方で調整させていただいてできてきまして、合計で15箱分の調整というふうに国の想定の倍調整分を取りまして配分をさせていただきました。でこれは4市の方、比較的まだ接種が進んでいないところの方に配分をさせていただいて、調整後こういう16箱、13箱、7箱、4箱という形になります。また8月に入りますと、特に後半以降ですね、おそらく職域接種が動いてくると思います。まあ、これと協力しながら最適なワクチンの供給ができるように確保していこうという考え方でいこうと思います。で職域接種につきましては、今14会場すで、に承認済みでありますが、さらに2会場、航空自衛隊の美保基地と米子高専、の承認がおりました。これ以外は残念ながら昨日までのところでは承認の通知は本県には来ていないところであります。もうちょっと行かないと本件出てこないという状況になってしまいました。でそういう意味で22会場が今待っているということでありますが、順次今8月中に、開始できるように確認をしていくということであります。でこれにつきましては今調整を進めて、この職域接種は遅れてきますので、市町村接種、と組み合わせて合理的にいけないだろうかと今調整をしていまして、例えばですね、ちょっとこれ250人というのはこれちょっと切ってもらったらいいですね。ちょっとこれ、資料のミスでありますが、職域の予定した人数との相差が出た場合にはその分を、関係の企業とか地域住民、などで充足しようと、これを県の方で斡旋しようと、今例えば中部の観光振興機構については、余りの分ですね、まだちょっと余裕がある分については、北栄町の学校の先生を投入することにしたり、また、東部の鳥取商工会議所の割と応募が多かったものですから、それを他のサイトの方に振り分ける等の作業をするなど、このような調整を地道にやっていこうというふうに考えております。災害につきましては7月7日以降の豪雨災害、農林被害は40億を超えました、日々増えてきている状況であります。また、商工関係の、企業の被害件数は25件、また宿泊関係も10件以上ございまして、1件はなお閉館中でありますが、近々開館見込みということになっております。でこういう中で盛り土、熱海市の場合に想定した盛り土ですね、こういうような形で、例えば土砂災害警戒、区域が下流の方にあってですね、それで上流の方に、盛り土があると、でこういうものを抽出しまして223箇所、その危険性があるかどうかの調査をしようということであります。でそれに加えまして、100箇所余り、102箇所、休憩者地の点検というものをやろうと。でこれはその後本県でも土砂災害なども、複数起こっておりますので、そういうものも、下敷きにしてですね、横展開をしていこうと。で自然の斜面における休憩者地ですとか、それから人工の斜面における休憩者地ですとか、民家の裏山などを中心にして、抽出をしまして、これは明日から点検に着手をして、台風が本格化する前くらい、秋のかかりぐらいまでに何とか完了していこうということで着手をさせていただくものであります。それから夏休みシーズンがまだ続いているところでありますけれども、この度鳥取砂丘でですね、8月の2日からドローンによる巡視を開始をすることといたします。皆様もご記憶の通りですね、昨年の8月に残念ながらその熱中症と思われる方が亡くなっておられることが、
長者ガニワという、あたり、まあ、その砂丘の中で、まあ、発見をされたということがありました。まあ、実はあのレンジャーだとは、あの主としてここに観光客はいますので、こちらの方からこう、監視をしているという形なんですが、この赤く塗ってあるあたりというのはなかなか目視ができない、ちょっと地形的にできないところなんですね。でこの、なかなかその、あの一望できないところについて、これまでもあの、まあ、ご記憶かもしれません、あの平成27年に車が乗り入れたということで全国ニュースでも騒ぎになったことがありました。それからあの花火、これ実はあのこういうロケット花火というのは、あの砂丘条例で禁止をしているんですけども、そういうものとかですね、それから焚き火等の、そういう発見であるとか、こういう不適切事例というものがやはりこの、普段観光客がいてあの、監視もできるような範囲内以外にあります。で砂丘は全体としてあのやはりあの保全すべきあの自然 の, あの遺産でございますし、それからあの危険なことがあってはいけない、特に熱中症等、ということも、発見が必要だということでありまして、まあ、それで、熱中症警報発令日の11時15時からまずは、スタートをしてみたいというふうに考えております。まあ、砂丘レンジャー2名で、この操縦とモニタリングをすると。でここにあのヘリポートといいますか、あのドローンの基地、発射地を設けまして、ここから、飛ばしてモニターをしながら、砂丘のこの西側区域を、まあ、あの調べていこうと。まあ、これであの安全安心な、そしてあのちゃんとあの自然景観、砂丘の保全が図れるような、そういうレンジャー活動につなげていきたいと考えております。それから、最近注目されてますワーケーションで、ございますけれども、これについてはあの日本経団連、それから、まあ、自治体協議会、ワーケーション自治体協議会、また日本観光振興協会、こういうところで共催をしまして、この秋ワーケーションコレクティブインパクトを開催するということになりました。その1サイトとして鳥取県では10月の19日から22日まで開催をすることで合意をして、関係先と調整をしたところであります。これは経団連の会員企業さんですとか、あるいは中央省庁の職員であるとか、また県内企業でこういうものとの交流、それから人材活用を狙っておられる会社さん等と一緒になりましてやっていこうと。でここには講師も呼んでですね、まあ、都市人材と地域の関わり、これについてみんなで考えながら、まあ、サイトを巡ってもらおうということであります。まあ、鳥取砂丘キリンスクエアでオリエンテーション、まあ、ワークショップをやりまして、はやぶさラボとかスリコワークキャンプ、日光がなる、トリコ、東高園といったワーケーションサイトを実地に巡ってもらおうということを計画をしております。また合わせまして、8月から12月までファミリーワーケーションプランナーを委嘱しようと。これは実は副業人材の募集に来ておられました方なんですが、毎日新聞の関係の会社でお勤めであります今村茜さんという、このファミリーワーケーションの分野では第一人者でいらっしゃいます。でこの方が非常に興味を持っていただきまして、鳥取県自治体としてファミリーワーケーションをやっているということを評価をしていただきましてですね、まだこれからこれを本格化させようということでありますが、まあ、それについてのアドバイスをいただいたり、まあ、大体こうリモートでということになるんですけども、リモートで、我々 の, その例えばワークショップなり、フォーラムに参加をしていただいたり、また、今村さんの方で、この鳥取県の取り組みを、全国の皆さんへも、ご紹介していただくというようなことを、考えているところであります。まあ、このファミリーワーケーションはまだ新しい分野でございまして、ご家族でやってくると。でご夫婦ともに例えばこちらで副業で、まあ、働かれると。でその間子どもさんが遊べるような環境を作ろうと、例えば県内の NPO とかですね、
それから例えば南部町にテマリという施設があります。そういうところも、こうしたファミリーワーケーションに興味を持っておられまして、そういうところであるとか、そうしたところで例えば預かり保育というか預かり体験事業、交流事業というようなことを、組み合わせていく、こんなことの後でファミリーワーケーションというスタイルをですね、日本の中で作っていこうという、そういう試みで、ございます。また、観光ということでですね、申しますとアナグループ、全日空のグループと協力をしまして、アバターのロボットをですね、置いて、代わりに観光するということを8月から、テストをしてみようと、実証事業をしようと、具体的には倉吉の円形劇場におきまして、アバターによる、そういう、実証、身代わり観光ツアーというものをやろうと。で普段観光客の方が入場されますので、入館していない時間帯、閉館の時間帯で、リモートですから別に昼間やらなくてもいいわけでありまして、その閉館している時間帯に自由に、アバターで、館内を見て回ってもらうと、こういうようなことも、8月計画をしているところで、ございます。ハンセン病の、療養所の入所者の方からですね、いただいた壺、これ実はちょっと行方不明になっていたということで、報道が一部でございました。でこれが実は県庁の中で大切に実は保管されていたということを見つけ出しまして、こういう大切な、お気持ちの壺でございますので、展示をさせていただくことにしてはどうかと、話し合ってきたところでございます。これは平成8年にですね、法律改正がありました。それで、こういうハンセン病で苦しまれた方々、ふるさととの絆というのをしっかりやろうと。で平成8年に当時の西尾知事が岡山愛生園の方に、行かれました。でその時に夢港博に招待をしたんですね。でこのふるさと交流事業って実は鳥取県パイオニアでして、やってきた事業なんですけども、で特にこの平成9年に山陰夢港博があるので、ここに里帰りしませんかと、こういうような呼びかけをして、現実にも来ていただいたと、いうことであります。その愛生園の方が、その時にお作りになっていた壺を、本県の方にご寄贈いただいたということでございました。でこの、壺をですね、私どもの方でもやはりハンセン病の反省というのは、社会全体で、これ紡いで続けなければならないところでございまして、その、意味というものをみんなで考える、そういう素材として、私たちはやはり県庁の、見ていただきやすいところを展示しようと。で県庁本庁舎の1階の県民室に8月4日から展示をさせていただくことにして、その、オープニングセレモニーをですね、長島愛生園、岡山県にございますけれども、長島愛生園の関係者の皆様にもリモートでつないで、それから新井さんというこういう大切なものがあるよという声を上げていただいた方など一緒になりまして、オープニングをさせていただこうと考えております。一つちょっと一部で報道がありましたのでコメントをさせていただきたいと思いますが、昨日全国知事会におきまして、全国知事会長選挙のスケジュールが告示をされました。8月の16日までに推薦届出をすると。でその推薦届出があった候補者の中から8月の30日に投票をして決める投票日、決定日というものが8月30日と設定をされたところであります。で実は、この知事会長選挙
でございますが、私もいろいろと、まあ、思いを深くさせていただきました。と申しますのも、盟友であります泉、徳島県知事が、この度は会長選挙に、出られないということを急遽お伺いを、しました。それで同僚の知事の皆さんの方で、この難局を乗り切る意味で、どうしようかとこういうような話になりました。そこで、新型コロナ対策の中枢を、担っている、平井の方で、会長選挙に出るべきではないか、推薦人を集めると、こういう、声が寄せられたところであります。まあ、現在、そうした意味で、私の同僚の、知事の皆さんが、まあ、そうした、推薦人等の、今、まあ、環境づくりを、熱心にしていただいているところでありまして、感謝しているところであります。まあ、今昨日の状況を見てもですね、全国で新型コロナがのっぴきならない状況になっています。まあ、一日たりとも、間を空けるわけにはいかない、そういう意味で、大変な重責とはなるわけでありますし、時期としては、非常に厳しい、時期になりますが、47人の都道府県知事で一致結束をしてこの新型コロナを乗り越えていく、そういう力になれるのであれば、自分は、その推薦というものを、受諾させていただく必要があると、こういうように、昨日の、新型コロナの状況を見て、覚悟を決めたところであります。まあ、新型コロナ、ワクチン接種を進めるということが一つありますし、それから今このように感染が急拡大している状況、これを少しでも歯止めをかけることで医療崩壊というものを来さないようにしていかなければなりません。私ども全国知事会としてもそういう意味でお互いに協力し合えることもあるし、ノウハウの共有だとか、それから人材の応援などもあると思います。さらには政府あるいは医療機関、また日本医師会などの関係団体等と強力なパートナーシップを作って、要求すべきことは要求をし、私たちが汗をかくべきことは引き受けながら、この難局を国民の皆さんとともに乗り越えていかなければならない。まあ、そういう意味で一日たりともこの努力を開けるわけにはならず、泉会長が引かれるということになったのであれば、私がその道を引き継ぐ必要があるのではないかと考えます。またこの新型コロナを乗り越えた末に新しい未来の日本がやってこなければなりません。まだ見ぬ日本だと思います。新型コロナは社会や経済の考え方を変えたと思いますし、それは啓蒙をもたらす部分も必ずあるというふうに思います。そういう意味で新しい日本を全国知事会で提案をし、リードしていくためにも私たちは行動しなければならないだろうと。でそういう仲間の知事たちが平井出るべしというふうにおっしゃっていただいていることの意義は非常に重たいものがあると私は受け止めさせていただきました。この小さな体ではありますが一心を捧げて参る覚悟を決めさせていただいたところであります。私の方からは以上です。一問で終わったらいいですけどね。先生、NHK の村上です。今日は28人、まあ、過去2番目に多い数の感染者が発表されたと思うんですけれども、この前月曜日か火曜日の会議では今は感染が広がるか収束するかの分かれ道だというふうにおっしゃってました。今この県内に置かれている状況を改めてどのように捉えられますか？私たちは実はこの10日ほどの間連休を挟みまして米子における状況をなんとか収めようということを注力してまいりました。
まあ、これについてはある程度の効果は出かけたと思います。しかしながらそれ以外の、まあ、感染の広がりというものが東部を中心に起こり、ています。2つあると思います。まあ、1つはまあ、集団的な感染がですね起こっているのではないかと思われ、これを今、慎重に今調査をしているところです。でかなりのインパクトのある、感染があったのではないだろうか。でこういうようなことがありますとですね、実は新型コロナの場合、まあ、デルタ株であれ前のアルファ株や従来株であれですね、やはりこのクラスターで一気に広がるというのは今のデルタ株もどうも生きているようです。でそういう性質があるのではないかと思います。でこういうクラスターで一気に広がるというところを、が出たのではないか。そうするとこれを今度収めにかかる、今米子でやったようにですね、まあ、鳥取方式で外縁を固めながら外堀を埋めながらですね、徹底的にローラー調査をして、それで囲い込みを図り、医療提供体制の方へ回していくと、まあ、そういうようなことを、徹底していくことがまず一つあると思います。あともう一つ特徴的なのはやはりこの連休期間を中心としてですね、人が動いています。で県外へ出かけていったという方が向こうで感染したのとでありましょうか、こちらに帰ってきて発症しているというような事例が、少なからずあります。で、まあ、こういうのが今じわじわと、西部でも見られるようになってきました。まあ、このようなことで、フェーズがですね、もう一度ぶり返した形になっているのではないだろうか。でなんとなれば全国は今一気に上がってきています。でこの新型コロナは不思議なものでありまして、例えば東京とか大阪がギューッと上がっていきますとその他の地域もまるで、合図に合わせたかのようにみんなで上がるんですよね。でなぜかっていうと多分強力なウイルスが回るんだと思います。で感染力強いウイルスが回る時期というものがあって、それが回ると一気にこれ拡大が広がりますので、それで、こうした状況が生まれているのではないだろうか。まあ、実際往来に伴う、新規の感染ルートとおぼしきものも実際出てきたのが昨日でありました。まあ、連休終わりましたので、そういう時期に入ったのだというふうに思います。こういう感染の集団的な、まあ、広がり、それとあともう一つは、感染が外から流入してくると。でこれがダブルで今鳥取県に入ってきている関係で昨日28という数字に結びついたと思っています。今詳細は分析をしています。すいません、知事会見中ではありますが、村選手の決勝戦がありますので一時中断します。決勝戦終了後にですね、再度再開いたします。もうしばらくお待ちください。
わりに、まずはこう拍手を送らさせていただきたいと思います。本当にすがすがしい泳ぎで、泳ぎ切ったんじゃないかなというふうに思いました。まあ、結果は残念ではありますけれども、堂々の入賞8位でありますので、胸を張って日本に帰ってきていただければなと思います。武良選手、ご自身は、相当苦労してこのオリンピックの切符をつかみました。なかなか、仕事といいますか、なりわいとですね、それと練習との両立を図ること、困難に直面しながらも、いわば働きながらこういう A 社としての地位、スイマーとしての地位を得るに至ったわけであります。まあ、ジュニアの頃から拝見させていただいており、お会いしたこともありますが、本当に好青年で、まっすぐにこの水泳のことを考えておられる、非常に明るい青年でございます。まあ、そういう意味でまだまだ伸びしろがあると思いますし、まあ、今回も唯一日本選手で決勝に残った選手でありますから、今後の飛躍にぜひとも期待したいと思いますし、県民みんなで応援をさせていただきたいと思います。本当にお疲れ様でした。すみません、共同通信の東谷です。コロナの話に戻るんですけど、その先ほど全国的にかなり感染が増えているというお話ありましたが、さっきの連休でも東京都内とかからかなりこう人が地方の方に移動しているというようなことも一部で報道されています。で、県内の方でいかにこう気をつけていても、やはりそうやって都市部から地方に来るという動きもあるとは思うんですが、そのあたりはどういうふうに県民としては対策なり、あるいは行動を心がけたらいいんでしょうか。まあ、これについては、緊急事態宣言がどうなるか、というのを注目したいと思いますし、それに伴って、全国知事会でもやはり新型コロナの対策本部において、こういう県境をまたいだ移動についての警鐘を鳴らすことはしっかりやらなければならないというふうに思います。まあ、現在、関東においては急な競り上がりを見せていますが、本県はまだ追いかけている方ですが、全数追いかけているかというと、おそらく市中に行ってしまってですね、風邪状の症状でありますので、分からなくなったり、無症状の方もいらっしゃったりして、見えにくくなっているのではないだろうか。まあ、ですから今このデルタが流行っているこの時期においては、いや、往来については、制限的に考える必要があるだろうと思います。まあ、知事会でも議論する必要があるのではないか。本県としては呼びかけをしますけれども、全国の問題でありますので、知事会としてもそうしたメッセージを出すことが必要ですし、政府にも、強力にこの点は求めていかなければならない局面だと思っています。日本海新聞の竹久と申します。まず一つ伺います。全国知事会の会長制についてなんですけれども、仮に会長に就任をされるということになれば、中国地方では岡山県の知事の長野志郎元知事が、ずいぶん前に知事会の会長されてますけれども、それに続いて2人目ということになります。で、徳島の知事は、地方から出られているわけですが、福岡とか京都の知事が長くされていて、地方の声を届けるという点においては、平井知事がもし仮に会長になられたら、大きな意義を持つんだろうと思うんですけれども、先ほど知事はご発言の中で、コロナ後を見据えた、新しい日本の在り方の提案という話もありましたが、地方のトップとしての、どのようにその中央に対して、役割を果たしていくのかというあたりもお伺いできればと思います。まずはこれも選挙でありますので、今後の展開によって、私自身、いろんなお声を聞きながら考えていくことだというふうに思います。ただ、仮に私ということになれば、全国で一番人口が少ない県でなるということは一つの意味はあるのかなというふうにも思います。普段見過ごされがちな地方自治の視点というものを私は体感してきておりますので、
その辺を注入することはできるのではないだろうか。で、私自身の生い立ちは実はおそらく47人の知事の中でも一番都会人なんですね。東京の千代田区で生まれ育ってますので、そういう意味からしますと、両方を実は、自分の人生の中でも、習得してきているところでございます。で、全国知事会という立場になりますと、そういう、いろんなこう大都市もあれば地方もあるというそのバランスの中で、その同じ発展方向というのは目指せると思うんですね。それは私は対立的に見るべきでないと、体験的に思っています。補い合いながら、お互いにそのメリットを得て、それで、それぞれ伸びることができるはずであるというふうに思います。単なる勝ち負け的なことではなくて、むしろ全員が力を合わせて初めてチーム日本で勝者になれる、そういうものだと思っています。ですから、そうした視点で新しい日本の姿というものを大いに皆さんでも議論していただき、その未来像の中で政策提言に結びつけたり、我々のそれぞれの都道府県の行動につなげていく必要があると考えております。すみません、ちょっとコロナの関連の質問に戻りますけれども、ですね、先ほど知事は、これは全国知事会で議論すべきことということは、現在の感染拡大状況というのはですね、特定の地域で起きている局所的なものではなくて、おそらく今後全国的な広がり、さらに広がる恐れがあるというご認識で発言されたと思いますが、全国知事会でどういうメッセージを発せられるのか、例えばですね、これ感覚的な質問で恐縮なんですけれども、極端なし去年の春のような全国への緊急事態宣言とかですね、そういったことも想定していかないといけないと思うんですが、知事ご自身はどのようにお考えでしょうか。緊急事態宣言等についても全国知事会として議論すべきだと思います。やはり感染状況に即応しながら、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等が発動できるように政府の方では配慮をすべきだと思います。ここに来て関東での動きが出てきたところでありますし、それからまん延防止を求める兵庫とかですね、動きが出てきているところであります。こういうものを柔軟に機動的に適用すべきという議論は、一つは知事会としてもしていくべきだろうと思います。でまた、県境をまたぐということは、実はそのそうは言っても実は濃淡があるんですね。で感染拡大防止のセオリーとしては、感染が爆発的に広がりかけている地域、あるいはそういう広がっている地域とその他の地域との往来は遮断することが、一つの定石であります。でそういう観点からしますと、やはり県境をまたいだ移動については、かつて緊急事態宣言が全国出た時のように、みんなで協力をし合いながら、そこを制限をかけていく、で国民の皆様にもご理解を求めていく、そういうタイミングに今入ったというふうに思います。そういう観点で申し上げますと、私個人は全国で緊急事態宣言が出ても何らおかしくない、と思ってます。ただここは政府にその権限がありますので、最適な形での対策というのを緊急にも作っていただく、動かしていただくことが重要だと思います。正直申し上げて、ここまでの対策はうまくいってないと思います。だから鳥取県もこういう状況に苦しんでますし、全国に両毛の火のごとく感染が拡大している、特に大都市地域では急増しているということです。緊急事態宣言が出ていてもなおそういう状態であるということからすれば、さらに別の考え方というものも組み合わせてやっていく、新しい、その対策というものも必要なのではないかと思います。本件はそういう意味で、一部お店に時短制限をかけるということは初めてやりましたけれども、それと合わせて鳥取方式による積極的な戦略的疫学調査、そうしたものでできるだけ感染を早期に封じ込めることに一つの重点があるべきだと考えてますし、そういう行動を取っていきたいと思います。国全体でも多かれ少なかれやはりそうした方向性、
保健所の活用ということは議論されなければならないのではないかと思います。まあ、ただこれほど大きく広がってしまって東京で3177人、さらに上を目指すように上がっていくという状況の中で、最悪の場合にはかなり強いロックダウン的手法、経済社会にインパクトを与える手法すら選択せざるを得ないような状況に追い込まれかねないわけですね。で、私どもはまだ初期段階だと思います。まあ、その感染ルートはまだ見えている方でありますので、それを徹底的に囲い込むことを地道にやっていって、この波が上がりかけてもまた下がっていくように、上がりかけても下がっていくように、こういうことを繰り返してやっていくことで時間を稼いで、今のデルタ株の流行の時期というものが通り過ぎるのを待つのかなと思います。まあ、今まで の経験からしますと、やはり波がぐーっと上がっていつかなぜか下がっていくんですね。で、あれはその緊急事態宣言が効いたからだというふうに言ってましたが、それは嘘だったというのは今回の状況でよくわかると思います。単にお店を閉めたからそれで、全てが解決するというものでは実はないんだと思うんですね。いや、本質はミクロです。一つ一つの、ウイルスがですね動いていまして、でこれが、例えばクラスターで爆発的に広がる、それから、県境をまたいで動いてくる、でこういうもの の相対なんですよね。で、決してグラフ の合計数ではないんです。ですから我々がやるべきなのは、今鳥取県が今こういう苦しい中でも、頑張って目指しているのは、そういうクラスター対策条例を使ってですね、このクラスターから爆発的にこう広がりかけたものをなんとかとどめようと、早期にとどめようとしたり、それから入ってきた感染ルート、これを囲い込もうとしたり、感染の連鎖がつながればそれを調べ上げてなんとかとどめようとすると。でこれをやれば、一気にこうどんどんと広がり続けるところをこう、止まったり、伸びたり縮んだりぐらいには、できるはずであります。まあ、今大東市ではその辺ができなくなってしまって、どんどん伸びる一方になっていて歯止めが効かなくなっていると。だからやっぱり我々のところはまだその、ノウハウとこれまで培ってきた能力はあると思ってますし、まあ、昨日も深澤市長と電話で相談しましたけれども、ぜひ、まあ、歯を食いしばってでも今やっていこうということでありますので、ちょっと全国とはまた違ったそういう別ルート、別の対策の方もきっちり力を入れていきたいと思ってます。すみません、日本海新聞浜田です。知事、関連してお伺いします。ちょっとデルタ株のですね、感染力の高さっていうのがちょっとこれまでのケースと相当違うっていうのは、まあ、知事も再三おっしゃっていらっしゃるんですけども、ちょっと3波4波と比べても感染の広がりの度合いっていうのがちょっと異常だなと思っていて、これまでは鳥取方式なんとかその網をかけてですね、まあ、囲い込むことによって、まあ、1、2週間あれば大体そのピークが来て収束に向かうっていう方程式が成り立ってたと思うんですけど、ちょっとデルタの場合多分これまでだとそこまで広がらなかったケースでも広がっているというお話ありました。で、西部が終わったと思ったら東部で30件近く出るということが、これたまたま今西部と東部時期をずらしてましたけど、同時に来ると多分抑えようがなくなってしまうということで、これまで有効だった鳥取方式がちょっとデルタによってひょっとすると危ういんではないかなと思うことすら考えるんですけど、それを思うとこの4連休もかなりその県外者観光客ですけども、かなり車は確認しました。今まで県民が一生懸命やってきて、まあ行政の皆さんやってきて抑え込む方式間違ってないと思います。ただ県外から見るとですね、どうしても鳥取はコロナが少ないところ、安全なところという意識があって、この夏休みお盆特に遊びに行こうという方は多いと思うんです。そうすると自助努力ではどうしようもなくなってしまって、あとはその例えばまん延防止等の重点措置ですね、これのまあ要請など、そのまあ対外的にも鳥取も今かなり困っているというようなことをイメージとしてなんか発信することが必要じゃないかと思うんですけど、このまん延防止と重点措置の要請というのはタイミング的にはいつ頃になると思っていらっしゃいますか。まず、まあ、現在 その状況についてでありますけれども、鳥取方式はアルファ株のレベルまでは、おっしゃるように1週間10日ぐらいで結構なんと囲い込みました。でデルタ株であってもですね、
今実は西部を追っかけてるんですが、西部の最初の、集団的な感染が見られたりしたところ、などについてですね、まあ、実はその二次感染三次感染のところ広がってますが、それを今ある程度囲い込み始めていると。で、何がどういう状況かといいますと、すでにもう一遍調べた人とか、調査の対象に入った人、その中で感染が起きていて、その人たちは外出してないという状態ですね。ですから実はそういう意味で止まりかけるまあ、様子が見え始めていたという状況です。で、今回はそれとは別の要因が起こってまして、今大体その2対1対2なんですね、昨日の冬中性の割合は、2対1対2の割合で、東部が多いんですけども、で東部で新たなその集団的な感染ではないかと疑われる相当規模の、感染の集団が見られるというのが昨日おとといの分かったところから調査をして、で我々鳥取市とも協議をしながら、我々も検査の方で協力をしたりして、進めてきた中で見えてきているということです。まあ、ですから、これについても同じようにやはり鳥取方式で、追求していくということは一定程度は有効だと思いますし、何もしなければ多分これものすごい勢いで広がると思います。ですから止血をするということの意味で、鳥取方式の意義というのは私はなおあると思っています。で、それで県外との往来については先ほど申しましたように、全国の中でも政府を挙げて、メッセージを強く出すべきではないかというふうに思いますし、それから、観光客等の注意の呼びかけも重要だと思います。まあ、実は先ほど県外との往来で、この連休中に、感染ルートが新たにいくつかこうやっぱり生まれてきているということを申し上げましたが、それはどちらかというとこっちから出ていった人とか、あるいは向こうから仕事で来た人で、実は観光地にやってきてそれで感染したっていうのは正直この連休中も今のところは報告ないです。で、何が違うのかなと思いますと、おそらく受け入れ体制がしっかりしているということもあるのだろうと思いますし、観光客は一般的に、注意しながら動くという傾向があるのかもしれません。で、むしろ仲間内で、向こうに遊びに行くというか、まあ、向こうに出かけていくとかですね、そういう時が緩んでいろいろと感染の機会ということが起こってしまうとかいうことがあり得るのかなと思ったり、それか仕事でこちらに来られてその時にまあ知らずに来ていたというようなことであったり、そういうケースが実は主流であります。まあ、不思議でありますけども、でこういうようなことなので、一概に観光だけをやり玉に挙げる必要は私はないのかなと思ってますが、ただ一般論として人が県境をまたぐということはウイルスの越境のチャンスがありますので、それについてはこの時期は慎重にすべきだし、そういうメッセージをやはり国全体としては出していくべきかなと思います。まん延防止等重点措置につきましてはこれ要件がありまして、ステージ3ということがあって、それがステージ4に行かないためにステージ3からステージ4にせり上がっていくというようなことになるのを防止するための措置であります。従いまして、その要件満たすかどうか等も含めて内閣府とは実はずっとここのところですね、連絡を取り合っております。で、データも共有させていただいております。ですからそこは我々としてもですね、機動的に県内の感染状況を見て、まん延防止等重点措置をお願いをすることに躊躇するものではございません。すみません、また時事通信の竹原です。すみません、話戻ってしまうんですが、全国知事会の今の会長選、まあ、立候補というか、まあ、出馬されるというふうに理解をしたんですけれども、任期が、まあ、
令和5年の9月まで、まあ要は2年間なんですけれども、まあ 知事の、まあ、あの任期も、まあはまあ、2年ない、まあ、令和5年の、まあ、4月までなんですが、これは任期満了までお務めになるという理解なのか、まあ、それを含めて検討するというか、今後考えているのか、もしあればお願いします。まあ、その辺はあの全く白紙であります。あのこれまでもいろんな例がありまして、例えばあの泉さんの前任の上田知事、におかれましては、1年やったかどうかぐらいじゃないですかね。やはりあのその、そういう前提で実はあの全国知事会長という職はセットされてますので、当然ながらあの4年の任期制である、知事職のポストでありますから、それがあの前提となることは、まあ、当然のことだというふうに考えています。あのまあ、よくありませんが、今から就任すれば大体2年ぐらいはまだあるかなとは思ってますけども、いずれにせよあの、もしそういう立場になれば全力投球をさせていただきたいと思います。毎日新聞の野原です。すみません、コロナの関連に戻らさせていただければと思うんですけれども、直近のというよりは最近の感染状況を見ていると、あの公表されて見えている範囲では高齢者の感染というのはある程度減ってきているのかなというふうにも見受けられるんですが、まあ、県内の高齢者のワクチン接種率2回目が7割をもうすでに超えているかと思いますが、感染状況はやはりもう今全国と同様に50代40代以下にかなり中心が移ってきているというふうな認識でよろしいんでしょうか。先般申し上げましたようにですね、あの対策本部でしたかね、大体30代以下で5割強でありまして、それにあの40代50代が2割強1割強だったですかね、あとはあの高齢者のところの70代以降についてはパーセンテージは限られていると、60代70代ですね。であのそういうようなあの状況で、大方は50代以下になっています。ただそれ以降の人も実はおられて、前回申し上げましたように2回接種した後での感染例もございました。であのこういうようなことなんですが、ちょっと今分析していくと思うんですけども、あの今回 の, あの頭部のケースなどを見るとこれ結構若返るんじゃないかと思いますね。30代以下、せいぜい40代ぐらいまでが中心になったそうで、急速な感染の広がりが、この、 あの連休の頃にあったんではないかと、あのこれから十分な分析が必要でありますけども、ですからあのちょっと主流のところがですね、もう少し年齢層下がると思います。で昨日の夜現在のところまで加えると、あのむしろ若い層の感染があの本県でも急速に広がっているのではないかという印象を持っています。またあのこれからよく調査をしてみたいと思います。まあ、その層のワクチン接種、まあ、鳥取市ももうすぐあの10日から予約始まりますけども、まあ、あの海外や国内の他のケース見ても、その若い世代のどうしてもワクチン接種率が途中で伸び悩む傾向というのがはっきり見えてきているわけですけれども、今後あの鳥取県として若い世代の接種率を上げていくための考えというのはどのようにお考えでしょうか。そういう意味であの鳥取大学をはじめとした、大学の接種、先ほど米子高専が承認を下りたと申しましたが、こういう世代 の, あの職域接種を、ぜひあのバックアップしていきたいと。実はあの本県大学短大高専全部あの職域接種手を挙げてもらいました。またあの、若い世代についても、いろんな誤解があって、ネット上のデマ等もありますので、そういう、誤解を、解きながらやはりあの、接種していただく方が、例えば何と言いますか、後々残る後遺症の問題とかですね、それから若い世代であっても重症化まで進んでいくものもございますし、その辺は従来の感染よりも、厳しくなっているのではないかと言われる人もいらっしゃいますので、そうした情報などをあの提供しながら、いわばその PR に努めてまいりたいと思います。であのいずれにせよそのワクチン接種をどれだけ円滑に進めて、まずはその希望する人たち全員に、行き渡るようにするのか、これをあの上手にやりくりするのが大事だと思います。
まあ、この辺はまた市町村とも手を組んでですね、職域接種も応援をしながら進めていきたいと思います。三一郎新報の藤井です。すみません、たびたび行ったり来たりして申し訳ないですけど、全国知事会の会長選について、確か5人以上の、知事の推薦が必要になるんですけども、立候補に対してもうすでに、仲間の知事が環境づくりをしているということであったんですけども、すでに5人以上のもう推薦というのはある程度目処がついているんでしょうか。5人以上に5人をある程度超える推薦人に、なってきていると伺っております。今精力的に、そうした、同市の知事の皆さんが、いろいろと環境づくりをしていただいておりまして、それを、私の方でも、今後、しっかりと、フォローさせていただきたいと思っております。ですから推薦人が集まるのは確実と思っております。日本海新聞の竹下と申します。ちょっとまあ手前味噌の話になって恐縮なんですが、ハンセン病療養所の元患者が、制作した備前焼きについて伺います。知事お話ありましたように、行方を心配されていた、兵士の読者の方が紙面に投稿されまして、で、私どもが担当課へ、取材する過程において、ありかが分かったというものです。で、今回その展示に向けて迅速な対応がなされたことについては、当事者やまだ支えてこられた方々にとっては朗報だろうと思うんですけれども、一方でその鳥取県はですね、村井県運動を強力に推し進めてきた、歴史的経緯があります。で、平井知事を含めその歴代の県政トップが、現地の療養所を訪ねてですね、反省と謝罪の意を示した重みを踏まえますと、この言われについてですね、第一調節室に展示されていたところでも十分にその示されていませんでしたし、庁舎内でも情報共有ができていなかったということについては、率直に顧みなければならない事案だろうと思います。で、このことについての、知事の見解をお伺いします。それから、他にもこうしたその歴史的意味合いを持つものというのはいろいろと県の方に所蔵されているものだろうと思いますが、こうしたものをそのどういうふうに活用して、で、当然知事も職員も変わっていくわけですが、この歴史、負の歴史というものをどういうふうに次世代に継承していくのかというあたりをお伺いします。このハンセン病の問題は、世界もそうでしたし、日本でも残念ながら、負の歴史を形成したと思っております。これは国の、なされたことではありますけれども、ただその、いわば執行機関として、全国の都道府県が、一定の役割を果たしてしまった。しかも、それをある意味徹底してやったというところもあります。これは、本来、ハンセン病について、その病気の性格が、いろいろと解明されていった後においても、こういう隔離ということが、進められてきた、そういう、残念な、遺憾な歴史があるということであります。本件は先ほど申しましたように、西尾知事がですね、法改正にあたって、長島愛染岡山県にございますが、こちらの方を訪ねられたりしておりますし、そういうようなことなどが実は代々我々もやってきているわけでありますけれども、それはやはり人権について深く反省をしていることの証でもございます。我々としてなぜこれが人権問題であるというふうに気づけなかったのか、国の施策とはいえですね、そこの、いわば片棒を担いだような格好になったのか、この辺はやはり深く反省すべきものがあると思います。また、当事者の皆様には、ふるさとで生活することができたはずの大切な日々が失われてしまい、また人の絆も、失ってしまったこと、その取り返しのつかないことに対する、私どもなりのいわば償いのことも当然あって、ふるさとに帰ってきてくださいという、そういう行事も続けてきました。近年実は
当事者の方の高齢化が進んでまして、こういう事業のもういよいよこう曲がり角に来たといいますか、望まなくなられているという状況になってきております。まあ、そうは言っても、私どもですね、このことを重要な記憶として後世につなげていく必要があると思います。まあ、これは不妊治療の問題でも顕在化しました。あの時も鳥取県率先して事案の解明をですね、県を挙げてやろうというふうに動いた最初の県だったんですが、そういうようにハンセン病の歴史というものを私たちの行政執行の中でも生かしていかなければならないというふうに考えております。まあ、この経緯や歴史については、例えば鳥銀文化会館の前にいつの日にか帰らんというハンセン病を思う碑が建てられていますが、これを作るときにその過去の経緯を整理をした、そういうパンフレットを作成をしたり、それからハンセン病の歴史につきましても度重ねて展示をしたり、その集約をしたりということも作業としてやってまいりました。まあ、今回この壺はそういう意味では一つのシンボルだと思うんですね。で、まあ、この港博に来てくださいと、でそれで帰ってくるときに自分たちのふるさとの思いを届けようと備前焼に託されたのだと思います。これが埋もれてしまったのは非常に残念ですし、私どもとしてもそのことは検証されなければならないところがあると思いますけれども、今回関係の当事者と実はお話をさせていただいております。皆さん見つかったこと自体を喜んでおられますし、これを展示を始めることについてやはりご自身たちの存在意義というものが改めてクローズアップされたといいますか、大切に尊重されることが分かったということもあると思うんですね。でそういう意味で今回あえてこうオープニングの行事もさせていただいて、もう一度このハンセン病について考える機会とさせていただきたいと思います。NHK の村上です。米子市内に出されている時短要請についてお伺いします。また県西部でも一時少し感染が落ち着いたかのように見えましたが、また今回増えているような状況になっていると思います。来月3日には一応時短要請の期限を迎えるわけですけれども、知事の中で解除する基準だったりとか、この状況が続けばさらに延長も考えられているのか、あと合わせて鳥取市で集団的な感染が見られるというふうにおっしゃっていましたが、県東部にもこういう時短要請を出されるお考えはあるのか教えてください。それぞれいろいろと感染状況を分析をしながら冷静に判断していかなければならないと思いますし、専門家や地元の市町村のお考えなども聞いていかなければいけないと思います。で8月3日に期限が来るものにつきましてはですね、これは一定の基準がクリアされたら解除することになるかなというふうに思っておりました。少なくとも特別警報、これが米子地域といいますか、鳥取県西部で解除されること、これが実は医療負担の問題がありましてですね、病床に与える影響ということがありますから、こういうのはメルクマールの一つになるかと思ってました。また米子市だけを捉えた場合にステージ3に当たるかどうか、ステージ2と認められるかどうか、実はステージ4の状態だったですけども、それが今落ちてきてステージ3で、これがさらにステージ2に行くかどうか、この辺は一つのメルクマールだったのかなと思います。いずれにせよ飲食店街の問題は地域の問題でございまして、その地域に即した判断基準でやっぱり判断していくべきものだと考えます。その後の状況を申し上げますと、やはりいくつかですね、エリアの中での別の店舗と、陽性者も出てきておりました。ですからエリア設定であそこでやったことの効果というのは2週間という期間をしっかりやり遂げれば一定の効果は出るのではないかなという期待もありますが、果たして解除できるかどうかというのはもうしばらく
残念ながら様子を見なければいけなくなったのではないかなと思っています。また東部地域で同じようなことが考えられるのかどうかでありますが、これも鳥取市、地元等とも協議をしていかなければなりませんが、今のところ、一定の繁華街で集中的に感染者が見られる、というような状況では、ないかなと思います。そういう飲食店に対する制限をかける以上はですね、やはりそれはこういう効果があるというような、いわば実質がなければならないと思います。なんか地域、要は全国的にはとりあえず時短かけるんだっていうのをやるんですけども、それはやはりウイルスを追っかけてないからだと思うんですね。でウイルスを追っかけていればいるほどどこがポイントかというのは見えてますので、その見えてる状況の中で、そうした必要性を判断していくということになろうかと思います。ただまだこの東部の、感染ルートの探索が始まってまだ実質2日程度でありますから、今後の展開を見て、柔軟に機動的に対応してまいりたいと思います。しばらく様子を見ないといけないということは、もう3日になってもさらに延長される考えということでよろしいんですか？いや、そこも含めて、今しばらく、様子というか状況を、確認して、冷静に判断していかなきゃならないと思っています。でまたその判断にあたりましては専門家とか、地元市、等とも協議をしてまいりたいと思います。すいません、続けてになります。この後ジャマイカのオンライン壮行会があると思います。で、県内この感染が広がっている状況で、来月からまたパラリンピックのキャンプの受け入れもあったとかと思うんですけど、そのあたり県としては受け入れられる考えなんでしょうか？パラリンピックにつきましては、実は数日前まではですね、パラリンピックに、一定人数、キャンプを送りたいという意思が伝えられていました。しかし昨日になりまして、やはり直接選手村の方に向かわれるというようにジャマイカとしての方針変更のメールが担当の人からうちの担当の方に届いております。ですからパラリンピックのキャンプは鳥取県内は中止になったものと考えます。でこの点も含めてですね、ジャマイカ側からは、今回は残念ながらこういう状況なので中止ということになるけれども、今後も交流を深めていきたいと、これはオリンピックの、ジャマイカオリンピック協会のサミューダ会長、この方は前のパラリンピックの会長でもいらっしゃったんですけど、そういう会長から書簡をいただいたり、しておりまして、キャンプは残念ながら中止となりますが、私どもとしてはこれを機会に、またパラリンピックの選手も含めてですね、今後ジャマイカとの交流というものは続けていけるのではないかと期待をしております。産経新聞の松田です。と2点お伺いします。1つはですね、ウィーラブさんキャンペーンですけれども、先週のこの会見でとりあえずは新規の受け入れは停止すると、で状況が変わったら即座に停止するというふうにおっしゃいました。でかなり状況が変わってきていると思うんですけれども、その停止、即座停止についてどうお考えになっているのかっていうのが1点と、もう1つは8月の14日に鳥取シャンシャン祭りがあります。これは鳥取市の主催ですけれども、今の状況だとなかなか開催が難しくなるんじゃないかなと思うんですけれども、今年は府政の総合陸上競技場でやるというふうに決まってますけれども、そこについてはどうお考えでしょうか？まずウィーラブサインキャンペーンにつきましては、先週申し上げた、通りでございまして、ステージ3に相当すると
というふうに判断される場合には停止、完全停止ということになります。で、現状どうかということは、これいくつかの指標の中で具体的に見ていきますので、今集計中でございます。ただ、まだギリギリのところかなというのが正直なところじゃないかなと思います。それでもしステージ3になったというふうに判断される場合には数日間の猶予を設けて、その後完全停止ということになります。逆に感染状況が変わって好転してくればですね、新規予約停止は解除するというようなことになりますが、この辺も指標を見て考えていくことになると思います。シャンシャン祭につきましては、これ鳥取市の方でご判断いただくべき行事だと思いますので、その会長を務めておられます市長をはじめ皆さんのご判断を待ちたいと思います。ただ最低限やっぱり感染対策というものは万全になされた上で物事を考えていくべきだと思います。私ども呼びかけておりますのは、この夏の間はイベントというのはもう一度再検討してできれば控えていただきたいと。で、仮にされるのであればですね、それはガイドライン等々をよく見ていただいて、感染対策万全を尽くしていただきたいと、こういうお願いをさせていただいております。おそらく鳥取市の方もそういう考え方で今後ご判断を進められるのではないかと思います。日本経済新聞の結果でございます。先ほどコロナ対策に関して、知事は最悪の場合経済社会に大きく影響を与える手段も必要となるかもしれないとおっしゃいましたけれども、これも少し具体的に例えばロックアウトなんかも想定されているのかどうかお願いします。現状 の, 日本の法律ではロックダウンということはできないというふうに言われていますが、呼びかけも含めて、かなり強い措置を大都市の場合やらないと難しいのかもしれなくなってきているところであります。特にこのままアクセルが踏まれっぱなしになりますと、オーバーシュートを起こしかねないのではないかと危惧をしますし、医療提供体制も逼迫をしてくる方向になるでありましょう。で、そういう意味では、思い切った措置をですね、やはり国としても考えていかなければいけないのではないかと思います。先ほど申し上げた趣旨は、緊急事態宣言をすでに発令している、そういう地域でも急速な感染上昇が見られることです。で、こういうような状況っていうのは多分政府の対策として今まで想定してないんじゃないかと思うんですね。ですから、今の緊急事態宣言をやればいいということで果たして効果が上がるのだろうか、その辺はもっと踏み込んだ対策が必要なのではないかというふうに考えられるという趣旨を申し上げました。読売新聞の安根です。全国知事会の会長選への立候補での話ですね。先ほど昨日の状況を見て覚悟を決めたと言われてたんですけども、昨日の鳥取県での感染状況を見て覚悟を決められたということでよろしいでしょうか。昨日全国でですね、9500を超える、感染者が出ました。ちょうど、この、いわば告示にあたる、日程の、通知というものが実はその知事会の事務局の方からあったところです。ですからこういう状況をであるならば一日たりとも空白期間を作ってはならないと。で、コロナ対策を前進発展させていかなければ戦えなくなるのではないか、こういう危惧を夕べは覚えました。そういう意味で覚悟を決めたという表現をさせていただきました。いずれにいたしましても私は、一人の、人間、知事会にとっても道具として、働くべき、存在でありますので、皆さんの方で、必要とする、そういう、仕事をしていく立場だろうと思っております。そういう意味で、ステージになっても構わない、コロナ対策というものを全力投球するということはやはり
今知事会の中で求められているのではないかと思っております。